はい、こんにちは。少しマッチョなママのあたです。本日は、私が愛用しているトレーニングウェアをご紹介したいと思います。トレーニングウェア紹介と聞きますと、男性の方はなんだトレーニングウェアかよみたいな、僕たち俺たちわしたちには関係ないじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、これからクリスマスとかもあって、女性のトレーニングに何プレゼントしようって迷ってる方だったりとか、まあ、ちょっとねお世話になった人とかにプレゼントするとき、その人がトレーニーだったらとかそういう感じで、トレーニーの女の子って多分食べ物をプレゼントされても時期によっては喜べない時もあると思うんですよ。気持ちは嬉しいけど、今ちょっと食事管理頑張ってるから食べられないんだよねとか、そういうのあると思うので、そういう時にトレーニー女子にトレーニングウェア、センスのいいトレーニングウェアをプレゼントしたら絶対に私は喜ばれると思うので、男性の方はそういった目線で見ていただけると嬉しいです。はい、ということで紹介していきたいと思います。まずはじめはレギンス部門ですね。もうレギンスは誰もが履いた時必ずいいというゼクシーミックスですね。もう完全にレギンスではもうこのゼクシーミックスが私の中で優勝です。ていうかもうトレーニー女子はみんなゼクシーミックス超推しますよね。みんな履いてますよね。結構レギンスはこんな感じだよ。こうね、なんか私はいくつかのレギンスをたどって、最終的にやっぱり比較してゼクシーミックスが一番いいっていう風にたどり着いたんですけど、一番初めにゼクシーミックスに出会った人は多分他履けないと思うっていうぐらい、この伸縮性と密着感が半端ないんですよね。で、私はその10キロの減量をしていたわけなんですけど、まあ、また戻ってはいるんですけど、あ、10キロは戻ってない。まあ、こういう感じで体型が結構アップダウンするわけじゃないですか、減量を体験する人は。まあ、減量幅が短い人は別として、ウェアによっては、レギンスのウェアによっては、こう、ウエスト部分が痩せた時に、ひらひらひらって言って、こう、体にくっついてくれないレギンスもあるんですよね。こう、痩せると、お腹がこうひらひらひらってこうパカパカ浮いちゃうの、このレギンスが。でもこれは10キロ減量しても私についてきてくれてましたで、そしてまたぽっちゃりした今でもついてきてくれてますっていう感じで、伸縮性は本当にご利用しです。使ったことないよって人は履いてみてください。で、もうお尻が漏れるレギンスとかよく言うじゃないですか。でもお尻が漏れるレギンスって私も言われてるような、履いたことあるんですけど、でも実際私はお尻あんまり強い方じゃないから思うことなんですけど、お尻が弱い人はどのレギンス履いても結果あんまり変わんないと思っててなんか、まあ、多少あると思うんですけど、でもやっぱりお尻がね綺麗に見れるためにはトレーニングしかない、やり込むしかないんだなって弱い人は思ってます。なのでこのレギンス、ゼクシーミックスのレギンスはお尻漏れるか漏れないかで言ったらリアルを伝えてると思う、その人のリアルのお尻を伝えてると思います。ちなみに長いタイプもなんですけど、短いタイプ、ショーパンタイプもゼクシーミックスを履いてました。で、これも短いタイプなんですけどゼクシーミックスを履いてました。ゼクシーミックスのショートパンツはこんな感じだよ。で、次ブラトップですね。私はホールド感が命なのでホールド感を重視してます。でもちろんデザインとかも女の子はテンション上がる一部だとは思うんですけど、私はこのナイキのこのタイプが好きでよく着てました。ちなみにこれは3色持ってます。白、黒、あとこうラベンダーみたいな、ちょっとカメラだと見にくいかもしれないんですけど紫ですね、ラベンダーっぽい色で3色持ってます。で、このウェアちっちゃくても着れないんですけど、減量期間中用なんで、減量期間中はこれぴったりだったけど今はもうこれ着れないです。絞れてないと着れないウェアなんですけど、なんかナイキのブラトップはこんな感じだよ。これは黒、そして次は白、背中はこんな感じだよ。
減量期間中って、減量期間中じゃない時は私は基本そんなに露出してないと思うんですよね。あのブラトップの上に T シャツ着たりしてるんですけど、でもあの減量期間中ってブラトップにレギンスぐらいでトレーニングしたいっていうのがあって、まあそれはなんかあのどんぐらい絞れてるかなとか、どこのコンディションがどうなんだろうなとかって見たいから脱いでるんですけど、まあ、あえてね、あの見せたいからとかではなく、見せたいっていうのもあるのかな、やっぱ絞れて体が出来上がってるとね。まあでも自分の中ではやっぱりコンディション確認したいから、でそういった時にやっぱりホールとかでもポロッとかしちゃったら大変なことになるから、だからこうホールド感が命なので、このタイプは本当ホールド感半端ないので、ぜひ真似してみてください。ナイキのこのタンクトップバージョン、なんかね後ろがよくこうトレーニングウェア、女子のトレーニングウェアで紐とかこうクロスになってるやつとか、それってめっちゃ可愛いんだけど、私は結構ポロってしちゃいそうになるから、いろんな体勢取ったりとかするし、トレーニング中ポロリしないように、あとはこう体のコンディションが見やすいようにこのタイプ、まあ、背中もこういう風にカットがあるから背中が見やすいっていう感じで、私はこの形を愛用していますという感じで、で、まあ、レギンスブラトップはこんな感じで、スウェットですね。もうなんと言っても私はナイキが好き。スウェットはもう全部ナイキ、ナイキナイキです。ナイキってさ、なんかもう可愛いんだよね、私のツボなんですよ。だからあのスウェットもそうだし、あのトレーナーも基本はナイキです。ナイキです。なんでか知らないけどさ、これもねナイキニケ、ニケです。なんでか知んないけどさ、このなんて、このシュッてマーク、このシュッてマークがさ、とてつもなく私は好きなんだけど、なんかこのレテンっていう、なんか不思議だよね、ブランド力だと思うんですけど、でもなんかこのシュッてマークが私は限りなく好きだし、デザインも好きで、なんかこのスウェット、普通のスウェットに見えるんですけど、履くと結構ここが分厚くって、なんかハイウエストのスウェットなんですよ。こういうねあたり、なんかちょっと これとかもちょっとこう重ね着してるみたいに見えるようなスウェットなの。こういうとことかも、何このさりげない可愛さみたいな、そういうのがナイキは多くて、ナイキがスウェットトレーナー系は多いです。ナイキのスウェットはこんな感じだよ。で、チビティですね。チビティに関してもやっぱトレーニー結構その動きやすいけど露出はっていう感じで、レギンス、ブラトップ、小さい T シャツとかでトレーニングする人が多いと思うんですけど、チビティもナイキ、これもよく見るとナイキで、これはリフトですね。リフトっていうところのブランドは、まあ、ちょっとまああの、何が一般的な値段かっていうのは私の中でトレーニングは難しいんですけど、一般的に考えたらちょっとリフトはお高めな方かなと思ってます。ただあの誰かにやっぱプレゼントとかするってなったらリフトはいいんじゃないかなと思います。なんかセンスいいトレーニングウェアっていう感じなの でデザインとかも結構可愛いのが多くて、なんでリフトプレゼントしたら女性陣は多分喜ぶと思います。はい。で、小さい T シャツ、タンクトップとかに関しては、もう、まあ、たまにね、こういう風にナイキとか、リフトとか、ブランドものも買うけど、もう、シーンで十分。シーンで十分です。ここら辺も小さい T シャツとかタンクトップなんですけど、これ全部シーンで、1枚ほんと数百円とかそういうレベルの、あの T シャツたちです。でもなんか意外と、シーンの T シャツってこういうチビ T 系、伸びないし色褪せないし、結構ねなんかチビティたちシーン優秀だなと思ってるので、シーンのタンクトップはこんな感じだよ。シーンぜひおすすめでございます。そして最後に靴ですね。靴は、足トレの時はコンバースです。足トレの時はこうベタって地面につきたいので、靴
底がこういう平らなコンバース、ベタって感じが好きなので絶対足トレはコンバースです。あーで、上半身のトレーニングとかの時は私はこのニューバランスのこのタイプを履いてます。でなんかこのこういうタイプのかかとがなんで足トレの時に、あ、まあ気分が向いたらこれを持って出てきちゃってたら、気分が向いたらこれで足トレする時もあるんですけど、まあ基本は私はコンバースが本当は良くて、ヒールがあるタイプの足トレがなんで嫌だかっていうと、本当ベタって足がつけられる方がなんかなんだろう、どこに重心かかってるか分かりやすいんですよね。こういうタイプだとなんか私はつま先にかかりがちになるのとグラグラしちゃうっていうのがあるので、このタイプは上半身用で、あの軽さが半端ないんですこの靴。あのなので、しかも白で可愛い、何でも合うっていう感じで、このニューバランスとこのコンバースを大体履いてトレーニングに行ってますてな感じで、あ、ウェア紹介って言ったけど、まあ、靴も紹介したけど、靴プレゼントしたら絶対トレーニング女子喜ぶと思う。だってさ、あのそうだよ、絶対靴喜ぶと思います。なんかスニーカーって本当トレーニングしてる人って基本プライベートの格好とかもこう基本スニーカー好きだったりする子が多いと思うんですよね。でこういつでもトレーニング行けるような感じの格好で一日過ごす時もあると思うんですよ。今日の夕方、あの例えば学校仕事の後に今日の夕方トレーニング行くとかってなった時とかも、なんかもうなんかワンピースにヒールにとか履いてるよりかは、もう脱いだらトレーニング行けるみたいな、ちょっとこうカジュアルな感じな格好してる人が多分プライベートでも多いと思うんで、そういう人たちは絶対足元はスニーカーなはずなんで、あのスニーカープレゼントするのいいですね、きっとね。クリスマスね、女のトレーニング好きな女の子に足のサイズだけ聞いといて、であとはもうあの靴、あ、じゃあついでに靴も紹介しちゃおうかな、ついでに好きな靴も紹介しちゃうわはい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 、急にすいませんね急にすいません、本当に予定してなかったんだけど今話してて思いました。私の一番好きなスニーカー、結構好きなんですけど、やっぱりトレーニー女子普段もカジュアルだからって言った通りで、私の好きなスニーカーランキングベスト3を紹介しようと思います。じゃあ3からいきますね。ドゥルーッということで、ナイキですね。ナイキのこのスニーカーが好きです。この配色も好きだし、なんて言っても絶妙なグレーなのか茶色なのかみたいな、カメラじゃちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、この配色もお気に入りのナイキのシューズです。これですね、はい。でベスト2ドゥルルルッンということで、ニューバランスです。ニューバランスのこれ、なんかここスウェードっぽくて、ここはなんかナイロンっぽくて、でなんて言ってもこのかかと、このかかとがたまんなくない？なんでこんな可愛いデザインを思いついたのって感じで、でニューバランスはさっきのこのトレーニングのシューズもそうなんですけど、めっちゃ軽い、もう本当にめっちゃ軽いし、歩きやすいし、勝手にこう体が前に行くみたいな感じに歩けるのが本当にニューバランスは好きです。はい、そしてベスト1位ですね。まあこれ履いてる動画多分あったと思うんですけど、ナイキとストゥーシーっていうところのコラボの靴なんですけど、これはもう売ってるのかどうかわからないんですが、多分私の足が 23.5 か 24、 だいたい 23.5 なんですけど、そのサイズはもしかするともうないかも。でも探してほしい。もうマジでこの靴は超超超お気に入りですね。もう過去一私のドストライクです。生地がね、布っぽいんですよ。こう分かります？布っぽくて、これは本当にお気に入り。履き潰れたらもう一足欲しいってぐらい、でも多分売ってないんかな。でもこの靴底が何と言ってもインパクトあって可愛いですよね。まあ今紹介した3足はどっちかっていうとこう厚底なので、やっぱりトレーニング向きではないかなと思うんですが、プライベートもやっぱりスニーカーが好きなので、ぜひトレーニー女子にプレゼントしてみてください。女の子はまあこんなんもいいんだなぐらいの感じで参考にしていただければなと思います。ということで、
本日も見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたねー。